アニマルコレクティブはアメリカ合衆国ボルチモア出身で、現在はニューヨークを拠点に活動しているインディーロックバンド。ポストロック、エレクトロニカ、サイケデリック、フォーク、ノイズポップなど、ポップと前衛を自在に行き来する実験的な音楽を特徴とする。キャリア初期はフリーフォークの騎士として知られ、現在はエクスペリメンタルミュージックのトップランナーとして活動している。 メンバーは4人だが、作品ごとに参加しないメンバーがいるなど、活動形態が一定でない。各メンバーは、アニマルコレクティブの作品以外にも、ソロ名義の作品やスプリット作品なども、旺盛にリリースしている。また自らのレーベルとして、ポートラックスを主催し、自分たち以外のアーティストの作品も、積極的に発表している。アニマルコレクティブのライブ1990年代半ば、 アメリカ・ボールチモアの幼馴染同士が集まり、音楽活動を開始する。メンバーは進学などで離れ離れになりながらも、音楽活動を続け、2000年8月にファーストアルバム、スピリット・ゼーアー・ゴーン・スピリット・ゼイブ・バニッシュドを自主レーベル・アニマルからリリースする。この作品は、ボストンやニューヨークに進学していたメンバーが夏休みに、地元に集まり録音したものを元に制作され、 エイビタレパンダベア名義で発表された。2001年7月、エイビタレ、パンダベアザジオリジスト名義で、セカンドアルバム、ダンスマナテーを発表する。カツウッププレートからの1000枚限定リリースだったが、後にファットキャットレコーズから、ファーストアルバムとの2枚組 CD として再発売された。さらに、同年11月には、エイビーテア、パンダベア、 DK の3人で MD プレイヤーを使ったレコーディングを行い、2003年3月にサードアルバムキャンプファイヤーソングとしてカツーププレートから発表キャンプファイヤーソングズ名義でリリースした。それからわずか3ヶ月後、2003年6月にはフォースアルバム Here Comes the Indian をポートラックスからリリース。この作品のレコーディングには4人全員が参加し、 初めてアニマルコレクティブ名義でリリースしたアルバムとなった。この年の2つのリリースは多くの注目を集め、その後の成功への足がかりとなった。2004年6月、ファットキャットからフィフスアルバムサングトングをリリースする。エイビーデアとパンダベアの2人で制作された。このアルバムはピッチフォークなどで高い評価を受け、ワシントンポストにも取り上げられた。 翌2005年8月、シックススアルバム、フィールズをリリース。前作に続き、絶賛を浴び、この2つ作品の成功でアニマルコレクティブは、フリーフォーク、アシットフォーク、サイケ、フォークといったムーブメントの左右翼として知られるようになる。2007年9月、ドミノレコーズと契約し、セブンスアルバム、ストロベリージャムをリリース、全米ビルボードチャートで72位となった。 前作からのエクスペリメンタルな要素が強まり、多くの音楽メディアから高く評価された。また、この年の3月には、パンダベアが3枚目のソロアルバム、パーソンピッチをリリースし、成功を収めている。2009年1月、AS アルバム、メルウェザーポストパビリオンをリリースする。全米13位、全英26位とバンド史上空前のヒットを記録。アルバムジャケットには、 作詞研究者の北岡明香によるカバーデザインが使われた。D 県を除く3人で制作された。このアルバムはサンプリングを駆使したサウンドを推し進め、国内外の音楽メディアから最大級の評価を受けた。各音楽メディアは発表する年間ベストアルバムのリストでは、ピッチフォーク、ステレオガム、スピン、モジョシ、ポップマターズ、ミューズコム、ノーリップコードで1位に NPR。 ペースト市で2位、AV クラブで3位、旧市で4位、NME で5位に選ばれるなど、キャリア史上最高の評価を得た。2012年8月、ナインスアルバム、センティピード・ヘルツをリリース。D ケンがバンドに復帰し、久々にメンバー4人で制作された作品となった。エイビー・テア、エビー・タレオモニギター、ボーカル担当。前妻は、ムームのクリスティン。夫婦で、 エイビタレアンド、クリアブレッキンとしても活動していた。ソロアルバムも発表している。パンダベア。パンダベアを主にドラム、ボーカル担当。ソロ名義でもアルバムを5枚発表。現在祭司と共に、ポルトガル在住。ジオロジスト、ジオリジストサンプラー担当。あだ名はジオロジストだが、実は、大学で学んだのは、生物学。ディーケン・デアキンギター担当。デアケン。 リーコンと綴る場合もあり、ありがとうございます。